あのハンドルネームあというよりもネットゲセンがベストセラーとなりましたひまそらあかね先生ひまそらあかね先生はですね都知事選に出馬するということでネットはまさにざわわと大騒ぎになりましたマスコミ界隈もですねあれひまそらあかねってとこれは6月20日の出馬の立候補の届け出に行った時に何かざわ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 っとした、まあ、これを現場で取材していたフリーライターさんは ああのあ明らかに飛び込みなんで写真撮影だとかそんなんでなんかざわついてたよっていうようなお話をされていましたしかし都,都庁で暇かねさんの名前というのはまさに小説「ハリー・ポッター」におけるボルデモート教のように名前を言ってはいけないあの人のような状態になっておりますそれは小池百合子都知事というよりは東京都に対して住民監査請求を出しましてこれが認められたさらにその後の ヒマソラアさんの活動の中で、情報開示請求をしたところ、情報開示が認められなかった。ところが、実はその、ヒマソラさんが求めた書類というのは、その以前に公開されていた時期もあるので、えっと、個人情報だなんだとかっていう理由での非開示っていうのは、これは合理性がない。なので、ヒマソラアさんが、というよりはこれはヒマソラアさんの弁護団の方が、これおかしいよね。よし、訴えてやるってやったところ、国家賠償が認められました。 これ、現時点においては、地裁レベルで、現在、交裁なんですが、交裁の方も、小池百合子都知事陣営の方が、東京都の方が、えっと、ちょっとね、申し開きにもう少し、あ、申し開きですか、なんか、もうちょっと時間ください時間引き伸ばさせてください巻いても、巻いてるじゃない。伸ばして伸ばしてと。まあ、そうしたところが、昨日ですかね、6月24日、裁判所の方で、ダメダメということで、決心しましたんで、交裁判決も、間もなく出るかなという状態、ぶっちゃけて言いますと、 小池由里子候補者とバチバチにバトルをしている、リアルバトルをやしているのが、ひまそらあかね候補者ということなので、こう立候補の届け出が出たときにざわばとなりました。そのひまそらあかねさんがなんで立候補したのか、まあご自身がいくつかツイートをしている中で、今日ですね、レイリー新潮の方でその決定的な理由が、 え、記事となって配信されておりました。そちらを皆様と共有しておこうと思います。都知事選に電撃出馬のひまそらあかね氏を直撃。石丸信二さんだけは当選させてはならないと思って出馬を決めました。まだ、石丸信二さんだったんですね。石丸信二さんだけは当選させちゃいけないということで。えー、デイリー新長さんは、いわばメジャーな媒体の中で、ひまそらあかねさんのことを正しく伝えた。 唯に二つのうちの一つです。もう一つは、勇者中村でおなじみの産経新聞、またはその産経新聞の記事を転載したあそ、この勇者中村の執筆によります月刊正論だとか、まあ、その関連情報っていうので、有刊不治とかありましたけれど、ひまそらあかねさんはマスコミ的に名前を言ってはいけないあの人状態で、存在する、実在する放送禁止予告のような状態になっておりました。 これですよ。メディアからすると、ひまそらあかねさんの起こしたこと、そしてそれによって起こった出来事というのは、日頃、権力批判をしている、政権批判、権力批判がレーズオンデートル存在理由だ、存在意義だと言ってるマスコミがやらなかったことを、一般人男性だったひまそらあかねさんが実現しちゃったんです。 このデイリー新調さんが紹介した一般社団法人コラボさんの件にしても、名前こそコラボさん出てますけれど、これは若年女性、若年被害女性と支援事業をということで、東京都の事業委託を受けている団体、その事業委託を受けてますんで、まあ言うなれば当時の仕組みは東京都から、掴み金というと語弊がありますが、まあこれぐらいの予算くださいっていう予算に対して、事業として先に支払われていた。 じゃあ最後にチェックするのかなと言ったら、このチェックがなかなかずさんで、これに対してひまそらあかねさんが住民監査を出して、これが、舛添洋一前都知事以来、6年ぶりに認められたわけです。まあこれ、監査の方も、その後なんか、鉛筆なめなめで書き直したからギリギリ政府だったり、あるいは、領収書の方も個人情報、あ、個人情報ですかあ、そうですかあと,あと、えっと、あ、それ取り下げた、あ、取り下げたんだからギリギリ政府とかっていう、ずさん。 ずさん極まりないもので、まあこれは噂と断っておきますけれど、当時管轄をしていた東京都の福祉保健局、その住民監査が認められたその年の夏に亡くなっちゃいました。もともと予定していた可能性もあるんですけれど、ただいずれにせよ、東京都の事業委託を受けているということは、これ東京都の税金なわけです。我々庶民が納めた税金がずさんな使われ方をされている。 これを、ひまそらあかねさんは、抗金チューチューと名付けました。まあ、一説によりますと、他に使っていた方がいたということなんですけれど、この抗金チューチューというキーワードを広めたのは間違いなく、ハンドルネームひまそらあかねさんにして、ベストセラー作家、ひまそらあかね先生、現在のひまそらあかね候補ということになります。さらにですね、国売の方で地裁で勝って、間もなく出ます交際判決に関しても、情報開示、 小池百合子都知事は7つのゼロを掲げて最初の都知事選挙に取った時に情報解除をしますと黒塗りはやめます。小池百合子都知事、確かに黒塗りをやめたっぽいんです。今度やったのは白塗りでした。白塗り。隠してんのは一緒。黒から白に変えたからだって。ふざけんなって思わず心の中から出てしまいそうな。そのような対応に関して、ひまそらあかねさんは我々国民に誰もが認められてる方法で言うなれば、 東京都に小池百合子都知事に勝った、勝った一般人男性。なので、彼がやってるようなことは、本来、調査報道とか、そうした形で、マスコミがやるべきこと、やってもよかったことをやってこなかった。まあ、そんな人物が、選挙に出るということ。しかも、今、係争中の案件の小池百合子都知事と同じ東京都知事を目指すというわけですから、これは、まあ、まさに、マスコミ的には、ジュルッとよだれが出るほど面白い話。 ごめんなさいね。でも面白い話。ところがこれについて、暇かねさんの名前もなければ、昨日の東京都、東京青年会議所の主要候補の会見にも招かれない。マスコミ絡みだとかそうしたいわば体制側が名前を言っちゃいけないあの人として存在を消そうとしているのが暇かねさんと見えても仕方がない。で、この暇かねさんが具体的に立候補しようとした理由は何か なんでも相棒のルさんとは、えーまあ、そういう話をしていたようですただ小池百合子さんと宝松候補しか出ないような展開ならば僕が出ても意味がない背景がよくわからないような人物が出てきて当選しそうな気配がある時は僕が出て阻止する必要があると考えていました僕がそういう懸念を感じた人物こそが石丸信二さんですと。 YouTube 界隈で大人気だったのは、ひまそらさんもご存知だったようなんですけれど、その中で彼の人気には裏があると分かってきました。経営長不白なインフルエンサーばかりが応援している。発言ははったりが多く、市議会でも依頼の喧嘩を売ってばかりです。政治家として評価できない人間が作為的な人気によって当選するかもしれないと危機感を抱きました。まあ、これはひまそらあかねさんの出馬理由、石丸慎二さんをドギャン化せんといかん。 ということで出馬してきたということ。さらにその出馬を決定的に決めたのは、リハックでの対談だったえ。ということをこの後語っております。詳しくはデイリー新潮さんの記事をご覧いただくとしまして、このリハック対談において、政治談義政治議論だったはずが、 なんか漫画のクイズ大会にになっっててておかかししいよっていよう声確かにありましたただ私その起点のところでのやり取りから見ていますと要はひまそらあかねさんは石丸慎治さんが漫画好きだアニメ好きだ漫画好き漫画好きだということを主張しているのに本当に漫画好きなんですかというところこれが全て嘘なんじゃないかここを疑ったところがどうやら起点だったと少なくとも SNS 上でのツイッター上での流れを見ているとそのように私は理解しました。 でて、ひまさらあかねさんをご存知ない方からすると、なんでそんなところこだわるんだよクイズ大会したって意味ないじゃないかっていう受け止め、なるかもしんないです。なるでしょうね。ただ、ひまさらさんってずっとあのスタイルなんですよ。少なくとも私が確認した3件かな。で、石丸真治さんのやつを含めて4件の、いわゆる、議論というか、やりとりを見ていると、全部、ポイントは、相手が、 嘘を言ってるか言っていないか。ここを確認するところから始まるんですよ。なので、いろいろなやりとりがあって、あっちこっちに話が飛んでいってるようでも、最終的にというよりは狙いは、相手の嘘を暴く。というか、相手がそのじ前の時点で嘘ついてないと思ったら、結構、議論、ふふふんうんうって何だったんだろうそれ、うんって感じで、パタッと議論がやんじゃうときも、まあタイムライン上見てるとあるのが暇らあかんなさんなんですよ。これはとあるジャーナリストとしておきます。 国売案件において、いわゆる小池百合子都知事の東京都の方が、白塗りで、白塗りで情報出せませんと。というかもうこれ、開示できませんということを、やらかしてきて、やらかしてきて、でこれでひまそらあかねさんの方が地裁では勝った。これのネットニュースが、確か1000万の賠償が出たとかっていう話があったんですよ。ただ、実際これひまそらあかねさんの方が、ご自身の解説番組だとか、その他もろもろで、 東京都の方からの賠償は裁判所が認めたのは1万円に消費税だったかなとかっていうことだったんです。というのは、この1万円ですらすごいことなんです。東京都がやってるのはこれ公務員がやってますんで、基本的に法律に従ってやっている。法律に従ってやっている中で、法律に不備があったわけです。とんでもないことなんです。ただ、それが認められるのは1万円だけだった、なんですけど、 これが認められたことの意義が多い、大きい。で、そのとあるジャーナリストさんは、なんか一千、一千万円でしょっていう、これをひまそらさんに問われまして、えっと、あ、ひまそらさんね、えっと、一千万円でしたっけって言って、まあ、これはひまそらあかねさんのライブでの特徴である高笑いとしておきましょうか。高笑いが始まりまして、そして、このジャーナリストさんが、本当にご存知なんですかっていうところになった。それ以外の対談は大体そんな感じですね。 だからこれが嫌っつうならそれでいいんですよ。<laughs> それでいいです。そして石丸慎二さんで言いますと、今日はですねえー。浜田聡参院議員の秘書さんですね。村上ゆかりさん、がこんなツイートしておりました。こちらの件、浜田聡事務所より先ほど警察庁へ情報提供しました。というのはこれ何かと言いますと、クラウドワークスさんえー、まあ、アウトソーシングの募集をしている掲示板というイメージですかね？ こちらの方で、空いてる時間で高額報酬。これ実際の画面ですよ。実際の募集です。都内在住の方、政治系 YouTube にて、街頭演説のライブ配信の撮影、主婦大歓迎。で、ここに石丸慎二さんの撮影をお願いします。で、こちらも、都知事選の街頭演説の撮影をお願いします。石丸真二さん。えっと、石丸真二さん。石丸真二さん。これがですよ、この発注者が誰かっていうところがポイントになるかなっていうところなんです。 そしてこの件については、日本テレビの6月23日の番記者で、これが直接かどうかはわかんないです。こんなシーンがあったっていうところだけ紹介しておきます。このカメラ、このカメラ。ほら、いろんなスタッフが撮影していますね。こんな感じ。もちろん、みんな、石丸信二さんを応援しよう、拡散しようということで、動画撮影して、 拡散してるんだったら、それはもうボランティアであるならば止めようがないです。だってこれは表現の自由とかになりますし、言論の自由になります。ただ、これがどこの陣営から出てるかっていうところが、もしかしてもしかすると引っかかるんじゃないかっていうことで、浜田聡議員の秘書さんが、警察庁、警視庁の方に情報提供をしたということです。ただこの件に関して、えっと、手短に、 少し気をつけなければいけないなっていうのが、こちら DNA のウェルクソードっていうのがあったんですよ。まあ要はネット上でものすごく安いアルバイトを雇って情報系っぽいサイトを作ってそこで広告収入を得る。今ネットで石丸真二って大人気だぞ。よし、あいつ使って小銭稼ぎをやってやろうっていうので募集をかけてる可能性もあるので、これは今後警察庁、警視庁の捜査の方が待たれる。 と私は受け止めております。まあ、こういうのがもう実際ネットではあったんですよ。なので、先ほどのクラウドワークスの募集一時をもって、アウトというつもりはないです。これは多分他では指摘しないんで、この番組で紹介しておきました。なぜか石丸信二さんに関しては、メディア、メディアがお優しい。で、しかもこの名前聞いてて、あ、あれって感じになっちゃうのが、 日韓現代さんとかが、石丸真嗣さんになぜか優しいんですよ。なぜか優しい。ぶっちゃけて言って、霊舫さんとかに優しいんだったら、うん、だよねって感じ。だよねって感じなんですけど、なぜか石丸真嗣氏、下高、都知事選、時事殺し、選挙の神様が演説しきり、大物経営者が胸熱演説。あれあれ <laughs> なんか不思議ですよね。これ名前が出てくるのがですね、藤川さんに、えー、深谷、深谷隆さん。 自民党トレイの最高顧問。で、えー、小田善光さん。で、TKP の河野社長。ということで。そういえば、この TKP と言いますと、はい、こちら。えー、と、あるブログです。石丸湖新寺講演会事務所に行ってきた。TKP、えー。TKP です。TKP。貸し会議室ですね。貸し会議室。先ほどの小田善光さん。と言いますと、このゲインですか。ゲイン。 これに、飯田手津奈さんとかね、湯川玲子さんとか出てきまして。これ何かと言いますと、まあ、あのー、今の再エネ賦課金につながるところ。あれ <laughs> あれあ、まあ、そういう方ですか。日韓現代の方にありました。藤川慎之介さん、藤川選挙戦略研究所代表理事。えこちらの方がですね、選挙を仕切ってるということなんですけれど。ね私たちはもう本当に普通の素人ですから。 そして、ね私たちはもう本当に普通の素人ですから。そして、ね私たちはもう本当に普通の素人ですから。そして、えっと、普通の素人から発言が出ました。この、普通の素人から発言をしていたのが、えー、渡瀬祐也先生によりますと、えーまあ、選挙の神様、藤川さんだそうでございます。選挙の神様、藤川さんが、私たち素人ですから。 ということでして、これ、う嘘嘘嘘,嘘、嘘なんでしょうかちょっとよくわかんないですけどね。えー、かよにというか、ひまそらあかねさんの、まあ、いわゆるトークライブなどを聞いていますと、彼は嘘、嘘嘘が苦手苦手としておきましょうかね。いや、ぶっちゃけで言うと嫌い。嫌い。まあ、その中で、あらあ、これ私なりのイメージ。 私なりのイメージですけれど、うちゃくちゃいうっちゃくちゃいのが現れたぞというところで、ここは選挙に出るしかないと、思いになられたのかなっていう感じでございます。詳しくはいずれも、デイリー新調さんのひまそらあかねさん、ひまそらあかね候補の受け止めの方をご覧いただくとしまして、そしてですね、もう一つ。しかし、振り返ってみれば、 経済を知る。それがトップの責任だということで、三菱 UFJ 銀行本店前で、なんかスピーチをしたそうでございます。東京三菱 UFJ に勤めていて、ニューヨークに行ったとかっていう、まあ、それが売りの石丸慎二さん。初めての。そして、今日この時点でというか、昨日の青年会議所が開いた討論会でも、三菱 UFJ でっていうことを繰り返していたときに、私、 おやおやってちょっと首をひねってしまったんですね。えっと、今、三菱 UFJ ですね。業務改善命令が出てまして、あのー、まあ、顧客の情報を、町内というかグループ内でぐるぐる回しちゃってた。ぐるぐる回しちゃってた。なので、なので、持ってないも、持ってないというか、うん。いや、ここで、ま、銀行マンとしてニューヨークのアピールはいいんですけれど、三菱 UFJ で言って、あれって、あれって、あれって。 ちょっとね、ちょっとなんか持ってないのかなぁなんて思ってしまいました。一方、嘘が嫌いだというのが行動原理であります、ひまそらあかね候補者はですね、どうやら持ってるようです。昨日、我が家にも届きました選挙候補。これですね、あの、立候補した人、みんなこのここに乗っかるんですけれど、今回立候補者が多いんで、全14ページあります。全14ページあります。大半がね、立場高橋さんとかイラッとするんですけれど、 そその中でまらああかねさんペページ目1ページジ目目にあります東京都知事選挙選挙候補ということではいこんな感じひまそら」ですとえっとですねこれはあくまで政治リーダーというのは持ってる持ってないっていうのがまあ言ったらオカルトオカルトっぽくなるんですけれど結構重要だったりするとも言われているんですね。 だからこれ一時を持ってもちろんこの一時を持って「今更か!」とかって言うつもりないんですけれどただ持ってる持ってないというのも政治リーダーを決める時には有効なんじゃないかなもう最後の最後迷った時に、まあ、一つの理由になるのかなっていう気はしますそして今日コメント欄見てますとですねなんだか誰かを応援してる方言葉荒いですよねうんそれ嫌われる努力になりますので頑張ってください